PC2 版 A3 A 列車で行こう。550枠目。プロバデさんいらっしゃい。ニコメさんいらっしゃい。3年 B 組トンパチ先生さんいらっしゃい。ワーコーツ。クラスおじさんいらっしゃい。6個目さんいらっしゃい。猫さんからです。わこ、今日も住みよい帝国を作るために頑張るよ。10個目さんいらっしゃい。倉掃除さんありがとうございます。こんばんは、こつです。10個目さんいらっしゃい。第1環状線、第2環状線もできました。あと第3、ここの環状線もできました。ここは地獄の激戦区。はい、アランプロゾさん、トモモさんいらっしゃい。せっかく環状線にしたんです。ラックス電鉄が列車をもう1台買いたいところ。赤戸大門さんいらっしゃい。ただ買うにお金がね、借金が。15個目さん、鈴名さんいらっしゃい。おじさんありがとうございます。ここは地獄の何丁目なのか。収入はここはもう天国だよ、天国。ここは天国ね。ケープカテドラルですよ、ね、森さんが一番さんいらっしゃい。ここは天国、ここが天国か。はい、19個目さんいらっしゃい。伊賀さんありがとうございます。ここは天文でした。妙見さんいらっしゃい。収入が1ヶ月でパラダイスすぎて80歳超えても仕事につけれる街です。5万か、5万か。モスコさんがあれです。1年で60万。60万、税金払ったらちょっと借金ちょっと危ないじゃないこれ。負債はあるよ、これ。借金、ちょっと。厳しいね、これはね。ヘブンだね、本当に。あ、どうだ、ここね。コスコさん、風里敷さんがあれです。これちょっと出し入れして収入を上げよう。ようやくコンタクトから抜け出せました。ニコジャラシさんいらっしゃい。あ、今ニコ生コンタクトです。さっきなんかマラソンが来るのかな。ちょっとね、番組作成が若干できなかったんですけど。ワコツ、楽に転職しようと思ってます。あ、そうだ、RRC、ね、ちょっと重たかったですね、さっきね。RRC カモン。ここは結構発展してきましたね。あら、人間のサイズにぴったりのドラム缶ですわね。いやいやいや、ランブリッサーのあたりはスマホで見てたらブチブチ回線止まってました。34個目されてもうできてるね。ここにちょっと資材を運びたいんだけど、資材運ぶつてがない。お金がないからな。借金があるから、借金もどうしよう。ワンダさんがあれです。ラックス電鉄の転職サイトの評価不自然なくらいに星5。タケノコチャンネルさんがあれです。まるでコンコが超人気サイトみたいですね。超人気だ。今はなんか僕に受けられますがね。星5はもうバッチリ。あと電車買ってもう一台増やすかな。あそこの環状線だよ。あそこにやるしかないか。
はしたいけど、ちょっとあれだね、電車があったら。そんなバカな、ラックスシティの撮り鉄はちゃんと撮り鉄専用のしかないから、無法地帯にいないはずだ、ね、そこでしか撮れないからね、撮影会はもう専用のところがあるんでね、安心してくださいね。ラックスシティにはこの無法な撮り鉄はいない、うん、いやいや桜はいない、全く桜なんかいないからね。はい、農協牛乳さんいらっしゃい。特に何もありません。何もないのか。違うところで撮影しようとするとバーン。バーンってなるからね、本当に。取り別に妙に甘い。いや甘くはないよ、厳しいよ。そこでしか取れないから。そこ以外で取ろうとしたらもうすぐに終わりだよ。ね、すぐ鉄拳に捕められちゃう。鉄道警察隊は厳しいからね、捕まえられちゃう。なるほど、取り鉄は地下労働施設に送れるように床が開くようになるんですね。すぐに割れたよ。怖いだよ。怖い。ちゃんと決められたところでルールを守って取る。それならば。その場で銃殺ですね。うん、銃殺はしない。うちの鉄警さんがね。ドラム缶に詰められるのですんで、わかります。ドラム缶に。ところかし系ですよ。ね。小林。工場に出荷されます。小林ラズジさんと沢口ラズ子さんが2大鉄系コンビがいますからね、はい、確かにその場で終わりしですんで、まあ、ルール守ってるうちにはもうね全然平気なんでね、はい、工場が2つあったよね。和骨です。工場2つあるから、それ売ったら50だから、よしべえさんにしたい。それ売って50で、それでも96か。96か。あとこの工場を稼働させても、ちょっと超えるぐらいか、6万いくかな。工場稼働させてギリ6万いくかな、ギリ6万いくか、6万いたね、6万でしたね。6万ずつでも1年72か、もうちょい工場作っていかないと借金返せないな、ちょっとね。1年でどれぐらい返すんだっけ、1年であんまり分からないか、3年で返せばいいかだよね、確かね。もうあそこの資材がなくなってしまうんだ、その資材は持ってくんじゃない、その資材は持ってくんじゃない、その資材は置いてきなさい。
もう時代なくなったね。ゲソカム3、3しかない。何が出た？クロちゃん。はい。1年じゃないよね。1年で返すんじゃないよね。これ3年だよね。3年だよね。レミングスが頭を抱えると周りの人たちが慌てふためくそうですが。にゃん。借金どうしたんですか？特製レイカード。特製レイカードがいいね。カリンピーさんじゃない。ちょっと借金で。環状線を作ったんですよね。環状線作ったはいいけど、だけど黒字なんだけど税金でねすっからかんになっちゃうんだよね。税金取られちゃうから今年も黒字ですみたいなね感じなんだけど、今年も黒字なんだけど、税金取られてマイナスになっちゃうんだよね。車両増やしたらちょっと売り上げ上がるかな。あと60万か。でも税金も引かれちゃうからな。いつまでに返せばいいんだろうね。毎月少しずつ返済があればいいんだけど、一気に1年で返してくれとか言われたらちょっと返せないね。これね。おクリスマス、クリスマスラックスに、クリスマスサンタさんトナカイ連れてチキンを連れてやってきた。ヘイ、タイムリーです、タイムリーです。クリスマス、クリスマスにはサンタが踊る。ヘイ、クリスマス、クリスマス、クリスマス、サンタがチキンを連れてきた。ヘイ。はい、もうね、サンタが渡ったことはもうお正月ですよね。はい。わらわら。あ、PC エンジンチャンネル紅白歌合戦を。からの新年。骨付きチキンが連れてこられた。チキンと一緒にお正月。チキンに乗ってくるサンタさん。チキンに。クリスマスがチキンを連れてきた。タカさんいらっしゃい。75個目されちゃい。早く食べてと連れてきた。クリスマスがチキンを連れてきた。ラックスさんリボ払いにしましょう。100万借りても月に2万。いや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 、リボ払いにしてはいかんと絶対に円になりますぞ。言ってた。知らない歌詞のバージョンですね。タカさんが例です。今日は何羽の鶏が食べられたんだろう。だね、鶏にとっては。このチキンの問題、リボ払いは地獄への入り口。ね、
笑いは地獄への入り口っていうからね、よくね。明石屋さんタでラックス伝説で勤務していますって、こう話すれば合格できますかね。いやいや、もうチキンは昨日食べました。チキンは食べましたか。でもアルカードはリボ以上に恐ろしいとこだから、アルカードはもう恐ろしくないよね。ケンタいっぱいですよね。クリスマスはどれだけのコンビニケーキが廃棄されたのか気になる、あ、ケーキもね、明日あたり狙い目ですかね。半額になってるかな。下も撤去されてるかな。全然売れてない、わら。ちょっとここでちょっと半額ケーキ狙ってみるか。明日ケーキ半額かな。お、今日の夜中くらいには半額になってるかもしれませんね。そうですね。借金返せるじゃない。いや、返せないから。2550だからまだ返せない。破棄するなら 90% オフぐらいしてくれ。さっきスーパー行ったら仮面ライダーギーツのキャラデコケーキが4割引きだったって買っちゃいました。わら。私は今日はモンブランだけでしたね。モンブランを買いました。スーパーで昼に昼用に朝2個で2つで300円ぐらいの安いやつ。あ、返せるじゃない。山崎だな。そうですそうです、その通り。スーパーそれしか置いてない。モンブランかショートケーキかとなんだっけ、チョコレートケーキか。まさかの鈴木福さんが登場で驚きました。わら。クリスマスなのでブラックモンブラン買いました。福ちゃん仮面ライダー好きだもんね。出られてよかったね。福ちゃんいつでガロに出てたよ。ガロだっけ。ガロで殺される役で。ケーキは食べないな。妹福ちゃんに買ってくるくらい出てた。97個目されて。ライダーに出演したいとか言ってたからね、よかったね。準レギュラーって感じのようで多分変身しそうです。準レギュラーなんですか。それはあれですよね。よっしゃ、借金はあと工場で言えば返せるね。ただ売ったら返せるけど、せっかくなんでもう車両1台増やして、誕生日とクリスマスケーキぐらいなら食べてもええやろ。うん、いいよ。ちょっと待ってよ、今プラスになってないね。プラスだったら税金高いから、ちょっと1個1台買ってマイナスにして税金安くして、借金はいつ返せばいいのかね。これ分かんないな。いつなんだろう。歳数があるのかな。返すとかないね。借り入れはあるけど返せとかないね。知らんてなのこれ。あ、返済日書いてある。おい、あ、まだ当分先じゃん。13年じゃん。13年の5月16日にまとめて返すんだ。ちょこっとずつじゃないのね。一括返しなんだね。13年5月16日ね。じゃあまだいいね。ちょっと待って。それなら、列車買っとこうかな。1年で返せる。ちょっともう、1個増やしとこうか。25万。ギーツはたくさんのライダーが生き残りをかけたデスゲームなんですけど、実は世界中の人が見ているリアリティショーだったという点、いかやく。電車をリボ払いで。電車買おう。ね。仮面ライダーギーツ。ファイナンス立ち上げて債務者からむしり取っておけば心配いりませんね。うん、闇の中つつき合う。そしてだいぶ
先の返済日を忘れて悲鳴が上がったりしないかな。バグって画像が RRC ね。はい、じゃあちょっとここで新列車を走らせましょう。これで売り上げか結構どれぐらいかかるかな。新列車、この新列車もちょっと8時にね、新しい列車を、はい、8時発ここはかかる？かかんないよね。いや、かかってんのか。インドみたいに屋根にも乗客乗っていそう。あそこ通過にしとかないと。ちょっと待って。あそこ通過にしないと、あそこで降りられたら大変だよ。通過ね。通過になってるよ、ね。あ、停車になってるんじゃん。ちょっと通過にしとかない。列車はスルーして、ここは8時ですね、はい、でここも8時よし、 OK、 さあこれでどれくらい違うかな。あ、まあ、3月なんてからみたいな、3月ね。よしよし、次第はどうかな。あ、600人乗りでね、1000人とか乗ってるからね。普通に1200人とか乗ってなかったっけ。600人乗りだけど650人だよね、ここね。260人、ここら辺は1000人とか乗るよね、確かね。810人、はいはいはい。走行中の車両に紐かけて沿線を走る自転車もいるようですね。たとえ事故起こしても埋めて埋めするから平気。資材がなくなってる、資材が。ちょっと資材をここまでちょっと広がらないでいい。ここまではいらないか。列車の中で肩車が見れるのはラックス電鉄だけ。ちょっと車しないから。建設途中のビルがあるね。わあ、ここももう資材消えてるね。わあ。釣り時間なんてもごたれのラックス伝説。うん、じゃないよ。埋めたり沈めたり物騒だな。よしよし、埋めない沈めない。ファーストさんですよ。資材を、あ、資材よくからちょっとあれだね、1ヶ月どれくらい1台増やして増えたか分かんないね、これ。資材どれだけが分かんないね、これ。もうちょっとマジックミラー列車が走るのもラックス電鉄だけ。マジックミラー号は走りません。マジックミラーは2つだけ
ミラー号はラックス電鉄ありません。機関ものの動画の撮影もラックス電鉄のリアル車両で行っているとか。行ってない。ラックス電鉄はね、健全な街ですから。まあね、撮影にはいいですよ。撮影は、乗客、一般人の人が 見られるようなところではもちろんやってはダメだと、ね。これくらいやればいいだろう。健全。いやこれくらいやればいいだろう。はい、あとのちょっと資材よく見てくよ。もう住みやすい都市ランキングナンバーワンですよ。ナンバーワン。100年でもないですね。ちょっと自然が使ってないからな。怖いね。ここもちょっと減ってきたね。ああ、ここは資材がない。ああ、そこもすっからかんだね。貨物列車も1台増やさないとダメか。今どっか引っかやってるけど、住民が片方の時間で砲弾持ってるんですよね。いやデトロイトやヨハネスブルクなんてメジャーありませんもんね。うん、じゃないよ。あそこにもちょっと地雷置かないといけないね。じゃあ電車買っとくか。資材用の一度入ったら出られない。116,000買っとくかね。回す用もいるしね。もう1台あっていいかな。まだ借金大丈夫だね。13年だからね。ちょっと今税金がマイナスでどこまで節約できるのかな。ラックスシティって佐賀県なの。佐賀県じゃない、佐賀県。ラックスシティっていうのはもうシティですから、いろんな県にあります。佐賀県にもあるし、東京都にもある、埼玉にも茨城にも鹿児島にもね、長崎にもいろんな町にあるのがラックスシティね。もう47都道府県すべてラックスシティを、ね、建設を目指します。おっと、お時間です。はい、ご視聴ありがとうございました。PC エンジン版 A 列車で移行3は毎日やってます。おでした。税金が決まるね。はい、おでした。明日は税金発表。おでした。現在の治安の悪い都市ランキング1くらいのメキシコのロスカボスをぶっちぎってトップなのがラックスシティですね。今メキシコが一番気が悪いの。はい、オでした。オでした。はい、オです。オでした。はい、オでした。この後はせいやで過ごすダンジョン3人組。